ーナー参りましょう。ブリリアント女子部ぽよよん。さあ2017年も残りわずかとなりました。いや、あっという間。はい、まあ、1年間頑張った自分にね、やっぱりご褒美というのは必要じゃないですか、うん、なので今日はですね、丸島町にありますキオラスパというところで、アンナちゃんと贅沢スパを体験してまいりました。それではどうぞ。リゾート地に来たようですね。これここはどこですか。ここ一応宮崎なんですけどね。雰囲気がすごく素敵ですね。すごい、もうアロマのいい香りが空間に漂ってるんですよ。はい、このキオラスパではどんなメニューを受けられるんですか。はい、こちらのスパでは世界各国のトリートメント技術を融合したオリジナルのメニューが受けられます。世界各国。メニューはボディートリートメントをはじめ、ヘッドスパやフェイシャルマッサージ、あとセットメニューも人気ですね。じゃあもう結構全身ってことですか。全身トータルで受けれます。トータルビューティーよ。じゃあもう忙しい方とか、うん、1回で全部済ませたい方とか、もうここに来れば全部できちゃいますね。はい、そうですね。じゃあいい。じゃあ今日それを体験させていただける。はい、ぜひ。やったー。癒されたいと思います。はい、ということでまずはカウンセリングを受けていきます。いろいろお話を聞いて、私がパワーツリー、そしてアンナちゃんがヘッドスパを体験することになりました。続いて施術に使うオイルやクリームを選んでいきます。いつも3つの中からチョイスして選んでるんですけど、おすすめのオイルがこちらになります。香りを香っていただきます。エナジーって書いてますけど、はい、こちらエナジーの、はい、オイルでございます。はい、結構ちょっとすって一瞬、はい、そうなんです。する感じですね。はい、ブラックペッパーが入ってますので、ちょっとスパイシーなエキゾチックな香りになりますね。ジャパンですか。はい、じゃあこれでこちらで、はい、パワーツリーお願いします。はい、いたします。はい、でヘッドスパ、はい、アンナちゃん体験しますけど、3種類あるんですけど、はい、アロエ、アボガド、ジンセン、高麗、人参になります。悩むね、これ悩んじゃいますね。髪の毛が結構パサつきがちなのが悩みなんですけど、はい、それだったらどれがおすすめですか。それでしたら、そうですね、アボガド、こちらがおすすめです。はい、こちらは、しっとりとした洗い上がり、保湿効果がございますね。あ、これをじゃあ結構たっぷりめにつけるかな。はい、かなりたっぷりつけてしていきます。これでお願いします。はい、こちらでいたしますね。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。それでは私からパワーツリーを体験したいと思います。まずはこれは何ですか。はい、こちらはフットバスになります。すべ、はい、てのメニューについております。なんかこれいろいろ入ってますけど、季節に合わせたフルーツを入れております。本日はグリーンレモンを使っておりますね。香りが上がってきますので、リラクゼーション効果がございます。あとこちら視界の塩を入れております。塩入れるといいんですか。はい、体がすごく温まりやすくなりますので、はい、美肌効果もございますね。森口さん、私すごく足が冷えるんですよ。はい、めっちゃ気持ちいい。はい、もう足5分するだけでもかなり冷え性は改善されると思います。優しい手してる。すごいフィットしてくれる私の足に。そしてあと一つ、なんとスクラブもしてくれるんです。寒くなってカサカサのかかともツルツルになれるんです。嬉しいですよね。フットバスで足を温めてからパワーツリー体験をしていきます。はい、続いてはパワーツリーになります。はい、こちらを使ってしていきます。こちらは白樺の木を使っておりまして、うん、ハンドマッサージよりも、4倍から6倍筋肉の深部に働きかけるという効果がございます。しかもちょっと熱いんですけど、うん、この棒自体が、はい、こちら温めてますのでリラクゼーション効果もありますね。でも4倍5倍って言いましたけど、そこまですごく力を入れてる感じではないですよね。そうですね、力は入ってませんので、もうこの木の重みだけでリンパを流していきます。今回は足のみ施術してもらったんですが、もちろん全身してもらえますし、12月末からはフェイシャルメニューも始まるそうです。深部の筋肉をほぐしてくれるので、お疲れの皆さん本当におすすめです。起きてますか、ゆみ先輩。はい、起きてます。起きてますか。起きてますよ。あかかと痛かったの。
かかとが痛いと、かかと何のツボですか、どうなってるんですかね。かかとは主に生殖器、それ放送できない。婦人科系、はい、あなるほど、婦人科系って言ってもらえる。強いか。ちょっとドキッとしてしまった。はい、続いてはヘッドスパになります。バリでよく行われてるクリームバスというヘッドスパになります。クリームなんですね。はい、こちらのクリームを髪と頭皮につけていきますので、はい、栄養を、はい、与えて仕上がりがすごくサラサラになります。いや本当に私今ですね、髪の毛ブリーチ2回してるんですよ。だからもう本当に髪がパサパサで、今髪すげえ喜んでると思うわ。今もう聞こえますもん。髪の喜びが。なんか潤ってる。どうです、パサパサしてます。そうですね。頭につけた瞬間すごい冷たいのかなと思ったんですけど、あったかいです。温めております。なかなか見れないですよね、この赤ちゃん。レアですよ、レア。貴重シーンとなっております。今ヘッドスパちゃんもこの頭の部分だけやっていく感じですか。頭と首と肩と、はい、あとあの長いメニュー、90分のメニューがあるんですけども、そちらになると、お背中のマッサージ、あと腕デコルテもついてますね。あー、肩きました。はい、時間とかによってちょっとメニュー、はい、変わってきます。場所とかが増えていくわけですね。はい、気持ちよさそう。これ肩のとこゴリゴリ言ってるんですけど私。これいいな。こうすっきりしてない？なんかですよね、今なんか目の開き方だった、今違ったけど、今すっごい寝ようと思って、なんか速攻性すごいですよ。いや今全然こうしなかったけど。おはようございます。今まで寝てたんじゃないかっていうぐらいの、本当に目の開きした今すごいすっきりしてます。ちょっと面白いぐらいか。今実感っていう体感がすごいです。どれだけ日々やってあげてないかっていうのも分かるしね。いやもう謝りたいですね、自分に。ブリリアント女子部的チェック、略してブリッケ。究極の癒しメニューをご紹介します。無農薬野菜を中心としたコースランチもついたこちらのメニューは、足先から頭まで全身をケアできる6時間の贅沢メニューです。頑張った自分へのご褒美に、こちらもぜひ体験してみてはいかがですか。自分ですごい手触りが違うんですよ。テレビ通り触ってみてください。いや柔らかい、ふわふわなんですよ。髪の毛が生き返りました。よしよししたい感じ。もうさっきまでの私誰だったんだってぐらい、すっごいあの視界がクリアになってて、ちょっと目も開けました。全部森口さんつながってるってことですよね、やっぱりね。そうですね、つながってますね。速攻性が本当すごいです。私もね、足、うん、あの冷え性なのにまだあったかいです。やっていただいてるんで、はい、もうリラックスできました。はい、で何ですかこの目の前のものは。何ですかこれは。はい、手術後に出してる、アフターティーになりますね。はい、あとこちらがヨーグルトとオレンジになります。もう至れり尽くせり。これはね、本当贅沢ですけど、まあ、ぜひ、ね、いろんな方に体験していただきたいですよね。そうですね。体の疲れを取るのはもちろんなんですけど、心からリラックスできる空間となっております。はい、ぜひ一度屋上のトリートメントを体験してください。本当に癒されますので、この1年の疲れもありますし、うん、あとクリスマスプレゼントとかで、あ、絶対喜ばれることも違うと思います。ぜひ皆さん体感しに来てください。じゃあ内側からも綺麗になります。いただきます。はい、はい、贅沢なスパを体験してまいりました。すごいですね。贅沢ですね、今のロケは。いや本当に、本当にね、私あの結構足のかかとがカサカサしがちだったりとか、はい、冷え性で足がむくんだりするんですけど、はい、あの体験させてもらった、はい、パワーツリー、白樺の木を使ったやつ、はいはい、本当にあの温めていただいてるので、あったかくって気持ちいいんですけど、次の日ですよ、私寝るときに靴下履いて寝るんですけど、寒くて、はい、朝脱いだらそのしてもらった方の足、片足だけしてもらったんですけど、
そっちの足には線がついてないのに締め付けられた跡がないとか、そうしてない方の足にはくっきり靴下の線がついてて、じゃあ効果絶大ってことですね。ちょっと朝一人でびっくりしてたんですよ。これは報告せんとと思って誰にも報告できてなかったから今報告できて、でもそれぐらいなんかの効果が見られるので、まあ、続けることによってさらにまた効果が、ね、出てくる。あの髪の毛のやつとかも気持ちよさそうやったあれ。しかも3種類から選べるってあれいいですよね。だからあの最初のカウンセリングがあるので、はい、自分のその悩み、髪の悩みとか、そういうところを言っていただければおすすめを教えてくださいますし、あの一つのところで全身できるっていうところがなかなかないんですよ、はい、やっぱり、そうですね、そう上半身だけとか足だけとかいうの部分が多いので、はい、だからトナミちゃんこれはクリスマスプレゼントするべきですよ。お、なるほどね、自分へのご褒美ということで、あ、誰かに、あ、誰かにってことですね。でも大丈夫です。嬉しいでしょあれもらったらねえ、最高でしょ。これギフトの受付も行っているので、はい、まあ、発送も可能だと、ということなので、ちょっと離れてる方にも、まあ、なるほどね、また来た時にっていうことで送ることもできますし、もう本当足先からもう頭までもう全部全身お任せできますので、ぜひ皆さん一度体験してみてください。そしてプレゼントもいただきました。ご紹介します。キオラスパよりアロマボディ45分体験チケットをお一人の方にプレゼントいたします。応募方法番組の最後でお伝えします。ぜひ皆さんこの1年間ね頑張った自分へのご褒美として、この究極のスパご体感いただきたいと思います。ぜひお出かけください。以上ブリリアント女子部でした。 CM の後はキャンパスレポートです。